35歳からのビムシムレッスン TV オンライン、オートキャドマスターへの道。ビムシムレッスン TV オンラインは、こちらの YouTube チャンネルで、オートディスク製品のオートキャドとレビットを中心に、便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画でお届けしています。おかげさまでたくさんの皆様にチャンネル登録いただいております。ありがとうございます。ビムシムを使いこなすことに的を絞ると称してお話をしておりますが、11月、12月はオートキャドにですね、特に特化をしたお話をさせていただいています。このようなご質問をいただきました。デザインセンターを使用したのに変化しないブロックがあるんですが、というところがあります。このためにですね、ちょっとデザインセンターのとは何ぞやというところからやらなければならないんですが、デザインセンターはコマンドラインにDC と入れていただくとデザインセンターが出ます。で、このデザインセンターは何を称しているかというと、ブロックだったり、レイアウトだったり、画像をないものを増やすというところになります。なぜそういう言い方をするかというとですね、同じ名前のものがあった場合、上書きはされないんですね。では、どういうことかというと、一番わかりやすいのはレイヤーなんですが、まずこの今見ていただいて、この図面にはこのようにたくさんのレイヤーがあります。一方この新規の図面があるんですが、ここには0という画像があるんですが、0という画素はあるんですが、他の画素はありません。では、例えばこの0の色を赤に変えます。ここの0という色は黒ですね。では、デザインセンターでいっぱい画像がある方のものをすべて選択しドロップします。そうするとこのように一気に画像が増えるんですが、ここを見ていただきたいのが、先ほどの0、もともとコピーする前ですね、コピー元は黒だったはずですが、ここでは赤のままとなります。何があるのかというと、同じ名前は上書きされない、再定義されないというところが出てきます。これは画像だけではなく、ブロック、文字スタイル、寸法スタイル、レイアウト、表スタイル、すべてのものに当てはまることとなります。ですので、このデザインセンターを使用したのに変更しないブロックがある場合には、そのブロックを一度名前削除等していただいて再定義するという必要が出てまいります。ビムシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でお受けしております。 LINE 限定セミナーやイベント情報、お得情報などをいち早くお届けしてございます。ビムシムレッスン TV オンラインはいかがでしたでしょうか。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。